今回は愛称診断の基本である日種の対比について解説をします。表示されているのは以前に鑑定動画で説明したジャニーズの藤島ジュリー恵子さんと井ノ原義彦さんの愛称診断の画面です。ここでは一緒に仕事をするあるいは結婚して一緒に暮らすときに大事な 日主の対比を見てみます。日主とはつまり名詞の生まれ日イコール日中の転換のことを言います。藤島さんの日衆はカノエ、井ノ原さんの日衆は土のとです。この日衆を使って次の 通変性対象表で自分の日誌から相手の日誌を見た場合にどの通変性になるかを求めますこれを一覧にしたのが次の表です実際の相性診断ではこの通変性は考慮しなくてもよいのですが 慣れてくると日ュの対比がこの通変性を見るだけでどのパターンかすぐ理解ができるようになります。ではパターン別に見てみます。まずはパターン A。自分の日ュから相手の日ュを見た場合に食人変異になる場合です。これはお互い相手に対して 自然で居心地の良さを感じるということになります。5行で見ると、例えば、末局のよう木の枝から、歌曲のよう日の枝を応援する。応援する側、応援される側、どちらから見ても良い関係と言えます。パターン B は、 自分の日衆から相手の日衆を見た場合に正在・正観となる場合です。これは日衆本命といい相思相愛の関係になります。五条で見ると、例えば、木極の陽・木の絵から土極の陰・土のと友情の国をするということになります。 友情の国は、要から因、因から要を国する関係で、無常の国と違い、単なる応援よりも強い関係を意味します。パターン C は、自分の日誌から相手の日誌を見た場合に召喚となる場合、そして自分の日誌から相手の日誌を見た場合に、 印受となる場合です5行で見ると、例えば、木局の陽木の絵から、下局の陰・日のとを応援して召喚となる場合は、相手に対して一方的に尽くす従属的関係になります。逆に、木局の陽木の絵から応援される下局の陰・日のとは、 となり、相手は自分の思う通りになり、支配的関係ということになります。パターン D は、自分の日種から相手の日誌を見た場合に、偏在となる。そして、自分の日種から相手の日誌を見た場合に、変換となる。ということです。 五行で見ると、例えば、木曲のよう木の絵から土曲のよう土のよを無常に刻す。偏在となる場合は、相手を自分の方針に従わせる支配的な関係になります。逆に、木曲のよう木の絵から無常に刻される。 同局の異様、土の絵は変換となり、自分は相手のペースになってしまう、従属的関係になります。この支配的、従属的関係というのは、パターン C も含めて、決して悪いことではないです。パートナーでも、上司、部下の関係でも、 このような関係が保たれることが良い場合もあります。最後にパターン E とパターン F。お互いの日種から相手の日種を見た場合に棄権となる場合。お互いの日種から相手の日種を見た場合に合罪となる場合です。つまり同じ日種の場合は棄権。 行がが同じで、因要が違う場合は合罪となります。このパターンは一家の主人が2人いるような関係でお互いを束縛すると破綻することになります夫婦などのパートナーの場合はお互いにこのことを意識して距離を置いて生活するということでうまくいく場合があります 仕事などの関係では同じ部署特に上司部下の関係の場合は要注意です。相性診断はこの日種の対比だけではなくお互いの官護、空母、徴工用心十二運や吉凶星などでトータルに判断するものです。しかし一緒に生活・仕事をする場合に 一番重要なのはこの2種の対比です。今回はここまでです。